はい、ナマステ。このビデオは第7週の SOP のビデオの4本目のビデオですね。4本目では評価、つまりテストをどういうふうに SOP に、えー、で書くかということを考えてみたいと思います。えー、まずですね、評価には3種類あるんですね。えー、診断的評価とか、えー、形成的評価とか、総括的評価というのがあります。で、えっ、ー、と、これはコースの最後とか、あるいはみんなの日本語1課から50課までありますけど、 その一つの課が終わった後にする、そういうものが総括的評価と言われています。このビデオでは、この総括的評価についてお話をしますね。はい。まず、えー、妥当性と信頼性というものについて考えなければいけません。妥当性というのは、その課で教えたことが評価されているかどうかということですね。えー、例えば、その、えー、質問のところに正しくないものはどれですかとか、 正しくないものを選びなさいっていうふうに書いてあるのに正しいものを書いてしまった答えてしまった正しくないものを書かなければいけないのに正しいものを書いてしまったというようなことがよくありますでこれはその科で勉強したことではなくてこの質問の日本語がわからなかったから間違ってしまったわけですねそういう時には妥当性が低いと言います信頼,っていう信頼性というのは同じ能力の人がいつも同じ点数になるかどうかということですね あるいは一人の人を二人の先生が評価して、それで全然違う点数になってしまったら、それは信頼性が低いという試験になってしまいます。はい。えー、みんなの日本語のテストの例としてはですね、佐藤秀さんの日本語教師は見たっていうブログがあります。このブログの中に、みんなの日本語サンプルテストっていう、えー、カテゴリーがあるんですね。はい。これリンクはこちらになりますけど、こちらが短い URL です。 こちらの QR コードを読んでも構いません。これで実際にこの、えーえー、みんなの日本語のサンプルテストを見ることができると思います。えー、今のところですね、第1、あの、第1課から第20課ぐらいまではもうサンプルテストが公開されていますので、えー、必要な人はぜひ見てください。えー、それからですね、え評価の SOP に書いておかなければいけないことはどういうことかっていうと、いや、あの、まず準備期間にな、何をするかっていうことですね。えー、試験の範囲。 それから試験時間は何分か。それから試験の方法は、もしね、筆記試験にするんだったら手書きにするのか、あるいは Google フォームのようなデジタルな形にするのか。で、筆記じゃなくて面接にするのかということですね。それから印刷とかをするのかどうかということも、準備として SOP に書くといいと思います。で、実施の時には、机の上に置いていいものは何か、それから残り時間をどうやって学習者に え、知らせるか。そういうことですね。そして採点するときには、自動採点。この Google フォームだと自動採点がとっても簡単ですね。自動採点を使う、それだけにするのか、あるいは教師の採点も使うのかっていうことです。特に作文とか会話の試験のときにはこういうものは必要になりますね。それから返却するときも、Google フォームだともう 学生が試験をしたらすぐに返却することができますけど、えー、それをそうするのか、あるいは最後にまとめて返却する方がいいのか、そういうことも考えてお,あのおかなければいけません。はい。で、この他にですね、えー、あの、JF ロールプレイテストっていうのもあります。はい。えー、これはですね、会話の試験ですね。会話の試験をどうやるか、えー、これマニュアルがね、とても詳しいマニュアルがあるので、まあ、えー、あのー、 会話の試験のやり方について、えー、興味がある人はこれを見てみるといいと思います。はい。JF ロールプレイテスト。えー、これで検索すると、えー、たくさん出てくるんじゃないかと思いますね。はい。えー、では来週はですね、えー、もう、えー、Mock クラスの、あのーえー、準備が始まりますので、えー、Mock クラスの SOP について、えー、お話ししてみたいと思います。はい。フィルムゲ携。